来ました。そしてまさかのポートタワー工事中っていう、これだよ、この景色やん。モザイクってなんか入ってるけど、おい行くぞ小僧。写真撮ろうか一回。オペラハウスみたいだね、オーストラリアの。そしてなんで入り口スルーすんの？私たちの最近の贅沢ですね、スタバが。見て、プロジェクションマッピングみたいなのしてるやん。あ、ほんとや。ちょっと見よう。バン、ライフ教。はい。お、絶対うまいやん。いい匂い。どう？どう？うまいっちゃうまい？卵焼きよね、本当に。うん。豆腐みたい。表現が難しいな。たこ焼きではない。結果ここに来た。鬼ポン餃子じゃんここ。これめっちゃうまそうなんだけど。うざその子。え、めっちゃ美味しそう。いいよ、早く振って。取ってんだから。どう？美味しい？美味しい。作ってねえだろ。あー、うまい。うん。美味しい。うん、よかった。じゃあね。早く感想言ってや。これ美味しい、これ。ごちそうさまでした。ごちそうさま。なんで俺んとこに来てもよんの？やばくない？だから太んだよ俺は。お前の残りのリモンばっか食うから。はい、カツ2個。あ、かわいい。バン、ライフ教。ラーメン食ってお風呂。バン、ライフ教。やばくない？口から白い息吐いてんのに半袖着てるやつやばいだろ。たまに道の駅にあるんよね、セブンティーンアイス。180円の高いのやつ。ルイちゃんの方が高いからね。30円高いよ。スペシャルだもん。あ、やばい、こいつ強いやつ、強いやつ、強いやつを強いやつ試しに来ちゃった。どうやって刀研ぐんだっけ？アイテムどこで出すんだっけ？あれ、玉みつねがこの紫のアイテムなんだよね。あと何分？俺いないんだけど。なんで？ボス倒そうや。バン、ライフ教。
置きます。まさかの通行止め。そやろ、どうすんねんこれ。戻ります。45分、道の駅紀南瀬岩見。ちょっと休憩してね。トイレ大丈夫？うん、よし。ここ良さそうだね。うん、ここ良さそうだな。トイレほらダブル扉だし、うん、鳥取砂丘行きたいね、うん、まさかの行き止まりというか雪崩のため通行止めで鳥取から遠回りしたらもうこんな時間ですね。もう10時50分よ。でもあと5分で着くよ。めっちゃ山じゃない？めっちゃ山。着いた。ここやん、鮎の里矢田川。めたくそ山やん。あ、 あら、小娘ちゃんダイエット中ですからね。夜ご飯は朝とお昼。全然さ、うん、全然一緒にダイエットする気ないやんマジで。いただきます。やっぱ涼しいねここね。寒い。バンライフ今日。おはようございます。めっちゃ雨。寒いね。8時だから。え、なんかいただきました。ありがとうございます。もうこんな時間からもう飲むんかい。もう最近飲んでます。飲むんかい。うまっ。あ、ごめんね、乾杯虫。乾杯でーす。もうこう見えて初めましてなんですけどね。あれ今日大丈夫ですか？カツラは。あれカツラいいの今日は。あ。帽子でもかぶってなさいわ。あんまりねツルツルしたのね見せちゃうとご迷惑だからね。ライフ今日めちゃくちゃ楽しかったな。確かに楽しすぎて動画ほとんど撮ってねえや。前夜祭行ってくまごろりんさんとか中地さんとかいろいろ会えたけど、うん、めちゃくちゃ楽しかった。みんななんかもう一丸になって友達みたいな。ってことで次今から2時間40分だけで旅暮らしさんのオフ会に参加します。顔写しちゃダメな人いますか？全然大丈夫。乾杯。乾杯。旅暮らしさんの盛り上がりの方さん盛り上がり。いやーマジこの一部だけど今トータル1万2000人ぐらい来てるからね。すごいからもう後ろすごいからもう。アリーナ。ありがとうございます。汗かきべそかきロコロラン。めちゃくちゃ車揺れてない。